されないだろうという声が上がっている。私は700億円という予算も決して小さくないと思っています。例えば私どもが進めてきた小学校の35人以下学級、1年生と2年生まで実現をして、3年生からさらに上げていこうとしたんですが、自民党政権になって止まってしまった。皆さんご存知ですか、これを全小学校の6年間、さらには中学校の3年間、全てで35人以下学級にする、その予算はちょうど700億円なんです。残念ながら教育に今目が向かなくなっているこの国において、もう一度そんなものも含めて今やれてないんだとすれば、やっぱりこの解散はおかしいというこの声は上げていかなければならないと思っています。しかし一方でね、高山さんも言いましたけども、どんなに我々が解散はおかしいと言ったって、もう解散しちゃったんだから、戦わなければならない。ありがとう。そしてその解散の意味合いをしっかりと定義づけるのは、むしろ与党ではなくて我々野党じゃないかと思うんです。多分ね、心の中では自民党の皆さん、投票率が下がるといいなと思っておられると思いますよ。強化の基盤があるし、まだこの時期に解散をして、こんな短い解散ありませんからね。わずか3週間で終わり、とにかくさっさとやって権力を修理したい、これが本心だと思います。皆さん考えた方がいいですよ。この4年間皆さんが関心を持たずに選挙が終わってしまったら、白紙人情を安倍総理が持つことになる。本当にそれがいいんですか、それとも今300人以上いる自民党の議席、ちょっとカード多すぎませんか。それこそ1年生の人たち120人いたけれども、120人の方々がこの間対決要員として立ったり座ったりをしたかもしれないけど、何か法案を出したり政策を作ったりしたことがありますか。私はそこも含めて今必要なのは、これ以上自民党の人たちの数を増やすことではなくて、必要な時にはブレーキを踏んでいく、こういう役割を果たす勢力ではないかと、そう思ってます。そう思うようになった一つの大きな原因は安倍政権の政策に正確にあるんです。私も15年やってますから、いろんな内閣を見てきました。いろんな内閣があるけれども、例えば小泉政権、人気があったけれども、小泉さんというのは野党の言うこともそれなりに聞いた人だった。例えばハンセン病の訴訟の中で控訴することを断念する、その時も超党派で働きかけたら小泉さんを聞いてくれた。留置法制、これも大議論があったけれども、我々はいろいろ提案をして、高山さんは2年ぐらい議論しましたよね。そして我々の提案を受けて、留置法制は最終的に国民のためになるものとしてスタートをしたんです。ところが安倍政権2年間経ちますけれども、与野党で協議をして大きな政策を作ったという試しがない。例えば消費税の増税の先延ばし、あれ増税をするときは自民党、公明党、民主党で3党で協議をしたわけだから、先延ばしをするときは何らかの話が野党にはあるのかなと思ったけど、全く話はありませんでした。まあ、あんまり細かいこと一つ一つ言ってもしょうがないけれども、反対しだから、今の安倍総理の眼中に国会はないんです。国会がしっかりと機能すべきで、与野党で合意を作って物事を決めていく、そういう気持ちはない。むしろ自分が思ったことはご利用しをしてでもどん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 進めようとする人だから、ちょっと待てよという声を時として上げていくべきではないか。イケメンだね。そしてその声を上げることができるのは今民主党なのではないか、そう思うんです。皆さん、もう一度申し上げます、今回の解散には大義はありません。しかし今回の解散には大きな意味があります。それは巨大化した与党、ものすごい権力を持っている安倍政権に対して時としてブレーキをかける強い野党を作る、これが今回の選挙の大きな意味だと私はそう考えています。そしてもちろんそれをするためには我々は皆さんに政策を提案をしなければなりません。まず第一にアベノミクス、確かに株上がりましたね。皆さんの中で株が上がって少し懐が温かくなったという方もいらっしゃるかもしれない。昨日私報道2001という番組に出ておりましたらね、こういう情報が入ってきた。日本で1億円以上の財産を持っている人が100万人を超えたそうです。 24% も増えたんですね。もちろんお金持ちが増えることは悪いことではない。しかし私ちょっと待てよと思ったんです。政治の役割って何ですか。どん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 超お金持ちが増えることが政治の役割でしょうか。私は違うと思うんです。今200万とか300万で頑張ってる人たちが頑張れば400万、500万、900
と静岡県が地域を良くしようと思って経済政策を打ったって全部霞が関でストップですよ。改革をしなければならないのはここなんです。それぞれの団体が霞が関に関係ラーメンになっている自民党ではなくて